はい、本日のワンポイントアドバイス、大島テルというサイトで事故物件が見られるらしいです。事故物件をお探しの方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ローラのコラを使ってガチのね、ヤグラの方やっていきたいと思います。間違ってね、オープンやっちゃった、アップデート入ったせいで間違ってやってしまった。やば、ナイス。いいんじゃねこれ乗って、青青オッケーオッケー。ね、ちょっと最近思ったんだけども、ただそのがむしゃらに、昔はがむしゃらに練習することが僕の中でいいことだとしていて、それ以上でもそれ以下でもなかったんですけど、やっぱそのゲームにおいてもフィードバックの多分プロセスが上達には大事だと思っていて、あららら、あらららららら、終わりましたね。だからその、ミスった時に、その、フィードバックできるように、こう、繰り返し練習みたいなのもした方がいいのかなって、試し打ちのとこで、ここを何回も90度ターンで打つ練習するとか、あとイカロールをひたすらミスんないで1000回で練習するとか、裏でやった方がいいのかなっていうふうに思っていますね、はい。やっぱ試合中のプレーって再現ができないので、反省はしてもその、繰り返し練習みたいなのできないですけど、はい、ちょっとなんか話が途中で終わりましたけど、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。